機とかロケットではない形で何か超上空を浮いてるものが何かしているというのは、うん、国が軍事的な理由でやってるかもしれないですよね、宇宙を利用してとか、はい、そうですね、宇宙人の作った UFO 以外の何かが UFO として存在する可能性もあるので、うん、それに対する対処というのはそれなりに予算をつけてチェックすべきだよねっていう仕事当たり前のことだと思うんですよ、はい、その UFO イコール宇宙人って考えすぎな回収とそう説明を否定しないそのメディアだったり政治家の問題だと思っていて、はあはあ